飲み込むことができたら、動画から再生を選んでみます。一時停止。停止。再生、一時停止、停止は、動画からでなくとも、タイムラインがアクティブの状態でスペースキーを押すことで、再生、一時停止することができます。次に、BPM の測定をします。表示から BPM 測定を選びます。リズムに合わせてビートを打つ。より長い時間ビートを打つと正確性が上がります。リズム打つのは自信がないという人はこれを使いましょう。MP3 を落としてくれば自動で測ってくれます。 BPM アナライザーは必ず確実にというわけではないので手動でも測ることを推奨します。 BPM を測り終わったら測った BPM を入力しましょう。次に設定ファイルライザーを開きます。ここでいうサムネとは曲の選択時に流れる動画ということです。タイムラインから読み込めるのでうまく使ってサビの部分を抜き出しましょう。開始時間はマイナスに設定することもできるようです。BPM も入力しましょう。この情報は実際のゲームで曲を選択した時に表示されるものです。ここまでの作業が終わったらプロジェクトを任意のフォルダに保存してください。次にサウンドマネージャーを選択します。サウンド追加を選択します。ここでサウンドを追加できるわけですが、一般的なタンバリンの音ならアップローダーから落とした譜面から抜き取って使ってください。もちろんオリジナルのサウンドを使うこともできます。ところには追加できません。シンクバーはドラッグすれば動かすことができるので、0秒から少しずらしたところに追加してください。
ところで、とりあえずは四角の場所をダブルクリックしてください。ダブルクリックすることでノーツを打つことができます。ある程度続けて黒い太い線のところにノーツを打っていってください。ある程度打ち終わったら再生してみます。まず間違いなくリズムは動画とは合っていないでしょう。ここでタイムラインと書いてるところの上にカーソルを持っていってください。カーソルをドラッグすることでノーツのタイミングを変えることができます。タイムラインの上だと全てを、各記号の上ならそれぞれを動かすことができます。これを使って動画とのタイミングを合わせましょう。動画のリズムに合わせることはできたでしょうか？合わせることができたのなら、次に BPM オフセットに適当な値を入力していってください。黒い太い線と点が交わるようにしてください。余談ですが、タイムラインの幅を変えたり、表紙の表示の設定などもできます。なぜ今までこんなことをしてきたかというと、ダブルクリックでノーツを追加するときにプロパティの打鍵操作を BPM に固定にチェックが入っていると、たとえ縦線の上でなくとも一番近い縦線の上にノーツが来るような時間でノーツの時間が定義されているからです。こうすることで譜面作成がかなり楽になります。青くなりますね。その状態でデリートキーを押すとノーツを消すことができます。またドラッグして範囲を選択してからデリートキーを押すと、選択した範囲内のノーツを全て消すことができます。それからタイムラインの上で右クリックすると、全データや各記号のデータを一気に消せます。とりあえず今は全てを消しておいてください。次はリズムに合わせたタイムラインを使って、自分の好きなように、曲の歌などに合わせて、とりあえずは、四角を使ってリズムを決めてください。これは譜面作成の土台になります。この過程はカットさせていただきます。リズムの作成は、できたでしょうか？またまた余談ですが、ゲーム、から実際の、プレイの様子を見ることができます。使う場合は PPD エグゼの、パスを選択しておきましょう。リズムの作成ができたら、今度はいよいよマーカーの配置をします。まずは
はクリックして青くします。青くしたノーツに対応するマーカーが選択できるようになります。マウスを使ってドラッグ&ドロップで動かせます。角度の変更はマーカーのない場所でマウスをドラッグすることで変えることができます。またキーボードの矢印キーで1ピクセルずつ、シフトキープラス矢印キーで10ピクセルずつ動かせます。これらをうまく使って自由に譜面を作成してください。もちろん四角だけではなく、いろいろな記号を用いましょう。うまくできたでしょうか。試しに私も作ってみました。これでも十分ですが、まだまだ物足りない気もします。そこで、長押しを入れてみましょう。最後の部分がやたら長いので、伸ばしまくってみます。動画のように、伸ばしきる部分にノーツを配置し、最初と最後を選択した状態で、コントロールプラス F キーを、長押しになります。ねえ、できたでしょ。次に同時押しを入れてみましょう。同時押しは単純に同じラインにあるノーツが同時押しとして処理されます。同時押しは自動でカラフルな感じのエフェクトがつきます。またまたまた余談ですが、ノーツはコントロールキーを押しながらドラッグすることでコピー、シフトキーを押しながらドラッグすることで変換することもできます。ローダーセーバーや歌詞エディター、レイヤーマネージャーやイベントマネージャーに企画クリエイターなどがありますが、今回は説明しません。これらは非常に便利なツールで、譜面を作る際に時間の短縮や楽をすることができます。これらの説明については次回セミ変えましょう。この状態でこのフォルダをソングズの中に入れればプレイが可能になるはずです。ハンプするときはムービーファイルを抜き出してからハンプしましょう。以上で今回の講座は終わりです。わかりにくいところが多々あったかもしれません。話も結構飛び飛びな部分もありましたし、公式の PPT ウィキも見ながらエディターを使ってもらえればより理解も深まるかと思います。それでは今回はこの辺で失礼します。